吉野さん、お笑いってあれですよね。私たちのおしゃべりビジネスとちょっと似てるところがあってずっと繰り返していくといろんなねネタのやり取りとかツッコミのタイミングとか間の取り方とかそれは熟練していきますよね。うん、でそういう意味で言うと若い感性が大事ってところもありますけども10年やるよりも20年20年やるよりも30年30年やるよりも40年の方が 有利だと思うんですよその間の40年間のお笑い界の歴史とかも学べるしいろんな面白い人とかが量産されていくのを見ることもできるじゃないですかまだからいろんな人が出てくるからもう自分なんてダメだなって思うのも一つなんですけどもいろんな人が出てくるからヒントだらけだなこの世の中って感じで上り詰めていくこともできると思うんですよ綾野康二君丸さんのことを考えたら今回の錦木恋さんでもまだまだね 目指せるるととこころがあるってことでしょう、うん、だからねいくつになってももう一花咲かせられるっていう風な気持ちでいることってすごく大事なんじゃないかなと思いますよね。でもちろん何もせずっと続けてるものがあってそれこそね「俺は10年これをやってきたんだ」とかね「俺は20年これをやってきたんだ」「花は開いてないけどもだけどもものすごく熱を込めてやってるんだよ」ってものが本当にあればね それは自分の財産たるべきものになると思いますけどもいやいややってるとかなんとなく続いてきたとかなんかそこにね一定の意識が向かないとやっぱりものにならないっていうところがあるんじゃないかなと思うんですよ。で話題のために優勝したんじゃなくってやっぱりネタの完成度とか 多くの人の気持ちを捉えてるところとか、それに加えて、え、50歳でこれやってるのみたいな、その意外性とかもあるんじゃないかなと思うんですよ。もちろんね、50で一山当てても、その先っていうのは10年続けれるか20年続けるかわかりませんけども、でも、これはね、一筋の光をお笑い界に刺したんじゃないかなと思います。50歳でグランプリ優勝。本当おめでとうございます。